竜王島桜花園のダムからの長官図竜王島王園は中国遼寧省大連市旅順具地区竜王島地にある観光地で日本時代に植えられた桜が旅順の桜として地元の人たちに親しまれている竜王島王園は中国遼寧省最南部の大連市旅順具地区竜王島地区官房村にある観光地で日本時代に作られたダムの包み関すぐ下流に 植えられた桜が4月末に満開となり、旅順の桜、または、ロンワンタンの桜として、地元の人たちに親しまれている。公園入り口で配られるパンフレットには、中国第一大花園と書かれており、田中角栄首相が送った桜も植えられている武漢の桜とともに、中国では最も美しい桜林になっている。電話、041186293156、 3936から3380億円の入り口は、大連市街地と旅順港を結ぶ旅順南路の、竜王島バス停近くの竜王島鎮政府ビルの右側の細い道を5分ほど歩いたところにある。大連市街地からこのバス停へ行くには、次のような公共バスがある。竜王島桜花園のパンフレット、竜王島桜花園、中国語、2011年武漢市。 投稿家園パンフレット、竜王島桜花園、中国語、2011年道場大連旅有地図2011年最新版、新要素地則 S 設計有限講師編成、高見浜地図出版社発行、中国語北京の玉、淵沢公園に広がる桜の香り、上海小村公園の桜上海植物園の桜、ありがとうございます。